皆さんこんにちは。本日のカープライムヴィンテージタイム。まずはゲスト、まともなジャーナリスト川口並ぶ、BRZ 乗ってます、ミリッターのドノーマル、はい、ドノーマル、ね、はい、やっぱこう学ぶだとこう自動車メーカーが認めるジャーナリストじゃん。俺は走り屋が認めるジャーナリストだからさ、ちょっと違うんだよ。ここは横浜の 130R なので、はい、社長様をお呼びしたいと思います。社長様マックス・オリド、どうも、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、この本当この130R よく YouTube で見るね。はい、見ますね。儲かってんだろうね。いや相当儲かってんじゃないですかね。バッテリーでしょ、スロコンでしょ、うん、ヒューズでしょ、はい、結構儲かってんだよ。コツ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 儲けてんの。社長笑顔ですから。コツコツ頑張っております。ありがとうございます。いろいろ出てるよな。そんなことないです。ゲーム上にあるだろ。ゲームじゃないです、シミュレーター。ゲームじゃないです、シミュレーターです、はい、ゲームって言うと怒るんだよ、はい、ゲームとか100円玉禁止ですあ、ということで、はい、川口学さんのは、うん、ドノーマルの BRZ、はい、ね、で俺のはちょっとライトチューン、はい、見た目もなんかちょっと違うぞ、うん、でオリドンのはお結構金かかってるぞっていう、うん、ライトチューンプラス、はい、ね、そうですね、ライトチューンプラスですね、はい、うん、っていう感じで、はい、皆さんに、ね、ご紹介していきたいと思います。新型が出るとヴィンテージになっちゃうんだよね、俺らの車は ね、もうすでに土屋さんのヴィンテージに片足突っ込んでますもんねお前のだって一緒だろ。いや、僕の後期ですから僕らも後期です変わんないだろ。土屋さんの初期型ですよね、これ多分俺は初期型が好きなの。あ、やっぱりそうですよね。86も初期型が好きなの。あ、なるほどなるほど、ね、はいはい、最後にはね、川口学さんに俺のチューニングカー、オリドのチューニングカーを乗っていただいて、新型とどうかな、これを皆さんにご覧いただきたいと思います。楽しみです。はい、さあ、まあ、86といえばチューニング、はい、ね、俺のはライトチューニング、うん、まあ、エアロはさりげなくディップを、はい、カーボンで、はい、そう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 、これはもう HKS 関西の、あ、関西さんのね、ところのね、はい、エアロをこう、だからさりげないんですね。そう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 、あんまりこうグワッっていうのはダメなんだよ俺。なんかこう、ね、こんな全体のスタイリングにマッチしたような、はいはい、軽いライトな感じのエアロが好きだね。なんとなくそのまず土屋さんがこの86に乗ること自体がちょっと不思議な感じがしますけどね、目的に言うと。今見てもまだなんか正直言って似合わないですそんなことないよいやほらもう人間がヴィンテージじゃないですか、完璧なだから A86 はちゃんと持ってるよはい、そうですよね、はい、だけど、うん、86もやっぱこう新型もさ、うん、今時のを持ってないと、はい、時代に置いていかれるかなと、ね、なるほど、なるほど、だから本当にはいじってない、うん、まあ、リップつけて、はい、サイドステップ、サイドステップも向井さんのところですね、はい、そうそうそう、関西のねでこれホイールがこれはワークか、そうワークのやつ18インチですよね、うんうん、かっこいいんだよ、うん、大人っぽいですよね、雰囲気が大人だもん、大人ですよね、そう大人中の大人ですもんね、そう大人といったら土屋圭一ってくらいの大人ですからだからハイグリップタイヤは嫌な、うん、なんか走り屋っぽくて、はいはい、ミシュランのパイロットスポーツ、そう 4S、ね、4S、はいはい、はい、まあ、いずれは俺もハイグリップは入れるんだよ、はい、入れるんだけど、うん、やっぱこうライトチューン、ノーマルで乗ってる人たちのためのチューニングカーを作ろうと思ってるから、うん、はい、だからもうコンセプトとしては、うん、足入れて、うん、まあ、車高調入れてんだけど、はい、足は KW ですよね、確か、そうそうそう、うん、だからもう本当に軽くライトチューンっていうさ、そういう枠の中で、まあ、18インチ入れた方がかっこいいだろうな、うん、でもタイヤはケバイっていうかもう行っちゃってるのじゃなくて、みんなが履いてるミシュランにしようかなと、うん、なるほど、それでこうタイム的に皆さんがこうさ、お手本にしてくれたら、はいはいはい、そう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 、いやもちろんハイグリップ入れたらタイムなんかバーンと上がってるじゃん、はい、でそれだと面白くないな、うん、これ今土屋さんのこの86で、よく走るのは筑波サーキットが多いんですか。筑波もそうだし、はい、あとはそうだな、袖ヶ浦、袖ヶ浦ですね、袖ヶ浦も走ってる、はいはい、
だからまずミシュラン、みんなが皆さんが履いてるタイヤで何秒出るかなっていう大統領で、エンジン自体はノーマル、うん、ドノーマルですね、うん、ファイナルは書いてるよ。あ、ファイナルが計算のは、ね、これは 4.1 から 4.8 になってるんですよね。そうでこの86ってファイナルを変えるとめちゃくちゃ楽しくなるんですよ、うんうん、いや馬力がもうさですよね、うん、2.5 リッターぐらいになったって感じで、うん、そんな感じのイメージになるわけですよね、うん、そうそうそう、お伊藤さんのもそうですもんね。そう、僕のも最近変えたんですけど、うん、でもファイナル交換してる86乗るとうわすげえ楽しいみたいな、うん、ミッション自体が意外とノーマルがクロスしてるんで、はい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 、それにファイナルでさらにショートにすると、うんうん、乗った感じがめちゃくちゃ楽しくなる。全然いいですよね。もうノーマルなのかったるさが全くなくなる。本当にあれだとね、あれだとあれだとなんかあなんかちょっと違うから変わねえなみたいな。だけどはい、同じエンジンでファイナル変えただけで別の、うん、あもうじゃあそれおすすめの、ね、まず手を入れるべきっていうファイナル別のところですね。そうそうそう、であとシートがブリッド、そうシートはブリッドのキングシートね、キングシートストラディアのあれかな、キングシート千田さんのオリジナルの刺繍が入った、そうそうそう、キングですよ、キングですね、入ってますね、キングですから。あとはそんな何もやってないよ、うん、あとはオリゾンチのバッテリーつけたり、ありがとうございます、なんかいろいろ軽くしようかなみたいな。なるほどなるほど、そうだから金額的には、うん、皆さんが普通になんかこうちょっとずつやるにはちょうどいいぐらい、でもうちょっと金持ちになってくると、はい、こっち行くわけ、こっちですね、こっちですね、うん、俺もう相当手が入ってますね。エアロだけでいくらこれ、いや40ぐらいですかね。ああ、ミラーも入れて、いやもう入れて40ちょっとぐらいだと思うんですけど、ミラーいいね、いいですね、まあ、あのフェンダーまで変える人はあんま少ないんですけど、まあ、うちのリップスポイラーとサイドステップっていうのはちょっと定番で少し出てて、お、まあ、あと、まあ、これは フロントフェンダーが FRP でオーバーフェンダーになってて、はい、ノーマルって丸いんですけど、はいはい、あ丸いね、丸いのをこう肉を沿ってこうちょっと逆のフレアしてる感じになってるんですね、はいはい、うん、でこのダクトをなくしてこっちにダクトをつけたりとかして、まあ、フロントフェンダーだけはちょっと凝ってるんですけど、はい、まあ、あとは本当に車検対応で、うん、両面テープとノーマル あの、うんうん、ビス止めでできるようにっていう、はい、うーん、だいぶでもワイドに見えますよね、パッと見そう見えますね、多分これ、うん、ちょっとホイールが今太いのかなり入ってるんで、うんうん、まあ、その影響はあると思いますけど、うんうんうん、まあ、どっちかというと今どっちかというとこう走り系というよりか、うん、ちょっと車高としたスタンス系というか今風な、はいはい、これだってホイールハウスとタイヤの隙間、指いやもう結構ギリですね、これギリギリ、あそうぐらい結構太い、ね、かなりギリですね、これはギリだ ね、エンジンはノーマルエンジン、スーパーチャージ HKS のスーパーチャージャーをつけて、うん、あとサスペンションはオーリンズが入ってて、はい、あとまあシートは運転席だけですけどストラディア3、新しいブリッドのシートが入って、あ本当だ、あと最近やったのがファイナルを 5.1、 ほう5.1、 一番86の中のショートギアを組んでみて やってみたかったんですよ、オートマで、うん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 、オートマ結構やっぱもっさーっとしてるんで、うん、まあそうですね、それが 5.1 入れてこの間富士走ったんですけど、めっちゃ楽しかった、第3セクターが3速4速で1コーナーまで6速入るんですよ、ね、あそう、はい、結構楽しかった、はあ、ちょっとエンジン見せて、はい、俺の見せようかオリジナルエンジン、土屋さんの 4AG ですか、いや何が 4AG だよ、失礼なこと言ってんじゃないよ、何が 4AG だこれがオリジナル、オリジナル、まあバーが入ってますけどね、そう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 、うん、本当のオリジナルはこっちが本当のオリジナルですからねまあだからちょっとチューン、ちょい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 オールドンチのバッテリーほら、ね、あれは軽くていい、軽くてトルクが出る、そう全くエンジンルーム開けてませんよっていう代表的なもうエンジンルーム、エンジン、はい、しかも、うん、通常はボンネット開けたらこのつっかえ棒がね、うん、入るわけですよ、だけど、うん、他の2台はダンパー入ってるからシュッとこう、そうですね、固定されてる、あ、まあ、エンジンルーム開ける人はやっぱ必要なダンパーですよ、たまにしか開けない人はこれ、これたまにしか開けない人これがまあ本来の姿です、ちょっと汚いですけれども、ね、はい、全くこれは手が入ってない状態の、はい、エンジンルームでございます、これそう、僕はね最近オリジナルのバッテリーをやってるんですけど、はい、スバルはどうしてこう寒冷地仕様なんですか、これでっかいの、やっぱねスバルは多いですよね、寒冷地仕様ね多いですか、やっぱり、うん、昔からのやっぱり群馬だからのもあるし、うんうん、他の車がやっぱね寒冷地仕様が多いですから ね、 そうだよね、4駆だとね、86はノーマルもっとちっちゃい、う
まあ、このサイズのバッテリーなんですけど、はいはいはい、すっごいでかいですよね。でかいんですよ。重いよ。重いですよ、ね。重いですよね。これだからこの大きさを覚えておいていただければと思います、皆さん。そう、これ覚えておいてください。はい。これが、これの見て。それがめっちゃちっこいんですけど。これが現代のバッテリー。うん、これね、マックスは俺のところで扱ってるバッテリー。あー、なるほどね。将来バッテリー、リチウムイオンバッテリーですね。うん、すごいちっちゃい。でも手入ってますこれ。2キロぐらいしかないですよ、トータルバッテリー。はい、そうなんだ、はい。だいぶ違いますね。じゃあね、このスバルから言うと16キロぐらい軽くなってます。そういうことですよね。バッテリーだけで。そういうことですよね。この辺も空気の取り入れ方も変えてる。ここも、この辺も変わってない。この辺はそうか、向井さんと関西の、うん、そう、取り増し全然違いますね。空気の入れ方を変えてる。はいはいはい。あれだと熱い空気が入るでしょ。そうですね、うん、俺のはこう冷たい空気を入れてるそこは違う。でノーマルもね、よくできてるんですよ。これちゃんとこの、はい、ここまでダクトが来てるんで、はい、結構ノーマルもよくできてて、まあ、そうだね、向井さんのところはカーボンになってみたいな。そうそう、うんうんうん、まあエンジンルーム上げた時にちょっとおしゃれに、外から見ても分かんないけど、こうやって開けてみると、うんうん、あ、ちゃんとやってんだみたいなさ、走り系のあれがついてますよね。そうそうそう、やっぱタワーバーが入ってますね。やっぱね、タワーバー入れるとちょっと変わる、うん、ハンドリングがね。ね、じゃあ金かかってる車見ようか、うん、金かかってる車、ね、これは金かかってるよ。これこれはもうなんか、これはでも本当にあの結構定番な、はい、エッジケースの一番初期のもうそのままポン付けのスーパーチャージャー、うんうんうん、なんか収まりがめっちゃ綺麗ですよね、うん、普通に、うん、これつけることによって40馬力ぐらい上がるのかな。40馬力ちょっとぐらいだと思います。そうだね。でファイナル 5.1 だから、はい、別物だよ。結構乗った感じで楽しいみたいな感じ。もう全然別物。そっか、これのスーチャープラスファイナル変えてるから相当やっぱりいい、ね、うん、全然もう加速がいいですよね。加速が全然もう2リッターじゃない。でデフも LSD も入れたんで、うんうんうん、とカーツのカーボンの LSD が入ってて、でもマイルドでいいですよ、うん、オートマでも楽しめると。オートマ、僕がオートマ選んだのは、はい、あえてなんか今後多分こういう車ってオートマでも乗れるようなスポーツになると面白いんじゃないかなと思って、うんうんうん、オートマを選んだんですけど、うん、ぶっちゃけオートマしてよかったなと思いますね。そう、すごい楽だし。楽だよ。次買うんだったらマニュアル買いますけど僕はオートマなんですよ、うん、あ、そう。あれは僕オートマ2台買って、うん、そう、ブレーキとアクセル間違えるよまだ、まだ大丈夫ですね。まだまだだ、まだ。ちょっと老眼がひどいぐらいですちょっとこうなってるぐらいで。マニュアル乗った方がいいと思うよ。マニュアルはまあ楽しいですけどね。あとうちはかみさんも乗るんで、まあ、一応オートマにしてあってっていう感じで。なるほどね。そうなんです、まあ、オートマの方が楽なんだけどね、だけどやっぱ俺はこう無駄を動かしてるのが好きなんだよ、はい。まあ、特に俺と同じバッテリーがついてる。あ、そうなんですよ。シアさんに憧れてバッテリー、あの同じのマックスオリド製のバッテリーを使います。お、俺と同じバッテリーがついてる、はい、真似しやがったな、はい、真似させていただきました、うん、なかなか今風で。あ、あとそう、見えないところなんですけど、はい、何、ヒューズ、うん、ヒューズを変えると結構86性能が上がるんですよ。これ乗った人みんな分かるぐらい、うん、ら結構これ裏で結構大人気で売れてるんですよ、うん、あ、そうなんだ。ヒューズバカにできない。そうなんだ。あのね、全然レスポンスが全然良くなって、うん、乗った感じも全然車が軽く感じるようになるんで。それもマックスオリドさんのところで。これはね、マックスオリドではないんですけど違うですか。うちで取り扱ってる大人気商品ですということだそうです。あとね、スロットルコンピューター、うん、これはもうついてるんですが、これも結構いい。結構入ってますね。86では定番で、うん、あのこのスロコンが売れたおかげでなんとかやってくれてるっていう、はい、なるほどね。もうハトルコーナー様様です、はい、相当でも入ってますね、まあ、だからコンピューターノーマルの場合ね、うん、俺のみたいにコンピューターいじってると、ね、うん、あ、そこそこそこ、そうですね。千田さんのちょっと相性が悪かったので、あと86は意外とやっぱ ECU をやると、うん、かなり変わりますね。やっぱりそういう意味じゃベースとしてあって、いや、すごくいい車、うん、そういうことですよね、うん、手を入れてあげるとだいぶ変わっていくっていう、はい、あの、そう、あのうちのお客さんなんかも86多いんですけど、うん、やっぱり土屋さんのみたいなそのセットというかがやっぱり一番多いかもしれない、うん、そうだね。このぐらいでエアロパーツを、好きなエアロパーツをつけるみたいな、うん、比較的例えば20代30代いても同じエアロついてる人って意外といないんですよ。そうだね、うん、そうか、86スタイルなんか見たらすげえよ、はい、ですよね、もういろんなエアロいますよね、ほんとね。あれはあれで面白いよね。いや、面白いし参考になるし、かなり決まってるやつがありますもんね。そう、だからああいうの86スタイルを見ながら俺はこうやってさ、うんうん、こう自分で、あ、
こういうさりげないのがいいなとかさ、うんうん、やるわけ。木田さんでもああいうの参考するんですね。やっぱね、するする。やっぱあそこに行くとさ、いろんなエアロがある、ね、刺激受けますよね。そうなんですよ。組み合わせがね、めっちゃ面白い時あるんですよね、やっぱね。そうそう。そう、あと言い忘れたんですけど、オイルフィルターも買った。あ、うん。これはね、アルミのビレット製で、かっこいい。CNS、あの削り物なんですけど、うん、これの良さは、うん、バラして外すと、はい、ブレックリーナーとかで洗うと、うん、もう永遠に使えるんで、ほう、まあ、それが一番あれですね、特徴ですね。見た目もでも相当、見た目が86ってほらここについてるんで、うん、はい、まあ、見た目のインパクトもかっこいいですよね、うんうん、いいですね。なるほどね。皆さんの参考になるやっぱりものがいっぱいついてますね、うん、そういう意味ではね。お金かかってる。これはこれでありよね、うん、ありですね。これであり。まあ、内装は、うん、あの本当にこの間までフルノーマルだったんですよ、うん、で最近シートだけちょっとさっきと走るんでブリットのストラディア3、うん、新しいタイプのリクライニングに変えたんですけど、あとハンドルも含めて全てノーマルです。そう、でもね、これが、うん、シートがやっぱ存在感があるからあるね、うん、相当、まあ、なんかやっぱ赤いシートっていうのはちょっとスポーツ感なイメージになりますよね、うんうん、土屋さんのもそうですけど、うん、ね、ボディカラーとも赤やる気になるんで、あ、赤好きですもんね、ってやっぱ、うん、他確かに全然変わってないですね。何もやってないです、何もやってないです。いやだからセンターコンソールも含めて、うん、やっぱね、運転席っていうのはごちゃごちゃしてるのが俺は嫌い。ね、分かります分かります。もうやっぱこうオリジナルのすっきりしたのがいいよね、はい、そうですよね、はい。もうこうメーターがボコボコついてるとかさ、うん、このピラーにメーターがついてるとか思う。あ、はい、あ、なるほどね。そうじゃなくて、あとなんか意味もないのにカーボンがペタペタ貼っちゃってるんですね。そう、もうあれダメ ですよね、分かりますそれ、うん、やっぱこれはね、うん、いじんない方がいいんだよ、室内って。二人の意見が一致してます。あのだから、あのこう肌に触る部分とか目に見える部分って、うん、やっぱりこうスタンダードの方がやっぱよくできてるなっていう、うん、メーカーがね、うん、作ったものっていうのは、そこには余計なことはしないと。あんまり、うん、やっぱ室内はね、あんまりごちゃごちゃしない方がいいな。まあ、だから逆に言うと86ってそんなことまでしなくても、うん、全然楽しめるいい車なんだなっていうのを改めていつも思います、ね、うんうん、これなんかリアウィングがさ、スバルのになんかリップつけたのみたいな。いや、そうなんです、これ実はこれノーマルなんですよ、このウィングは、うん、そんな感じ。リミット、あの丸山さんのと一緒で、うん、これにこの両面テープでリップをつけてるだけです、うん、あ、そういうことですか。そうなんだけど、これをつけるだけでちょっと印象がだいぶ変わるっていう。いや、だいぶ変わる。大したパーツじゃないんですよ。変わる変わる。本当に両面テープでつけてるだけなんで、うん、うん、ちょっと全然変わるわ。ワンサイド大きく見えるんで、自分のよりでかいと思ってたけど、うん、そう、実はの同じなんです。同じなんですね、はい。あと後ろはディフューザーがついて、うん、あ、ここだ、はい、まあ、安定感がやっぱね全然違いますよね、後ろから見た時はね。それで ちょっとこうずしっと低く見えるようになりましたね、うん、これがつくと、まあ、これは変わるね、このリップは変わるでしょうね。富士の 100R とかさ、はい、エコーナーとか、うーん、これは変わる。しかも結構高いですもんね、うん、これね、位置がね、うん、これも意外とあの人気です。人気商品、人気商品、はい、人気商品ということです皆さん。人気なんだこれ。あとはこのリアのオーバーフェンダー、はい、オーバーフェンダー、これは元々はノーマルのフェンダーに、うんうん、両面テープでペトッとくっつけて、はい、ファッションオーバーフェンダーだったんですけど、うん、僕のはこの太いホイールを履くために、うん、もう実はもう中のフェンダー切っちゃいますよ、ノーマル。いいですね、でもね、幅9ミリ全然問題ないんで、9ミリまでだいぶワイドに見えますからね、これでいくでね。そう、本当にフロントフェンダーもリアフェンダーもさ、そうなんです、フロントもすごくボリュームあるように見えるんですけど、うん、実はノーマルとサイズ的には9ミリしか変わらないね、はい、意外。車検通るんだ。車検通ります。それいいね、うん、ディーラーさんでも普通に扱ってもらって、うん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 、あ、それいい、ね、GR ガレージとかでも、うん、なるほど、はい、なるほどね。今は車検対応っていうのは結構こだわってます、うん、まあノーマルでも結構抑揚ついてるんですけど、うん、これ見ちゃうとやっぱりそう。こういうのも結構だからエアロ工場行って僕がパネラーさんによってこう自分でこう削って目で見てもう納得するまでやってもらうんで。いや、かっこいいよこれ。いい、いい。このフェンダーはパコッとつかないよ。パコッとはつかないです。このバンパーを買わないとダメ。あ、いや、バンパー自体はノーマルで大丈夫です。そうですよね、幅は同じぐらい。これは木田さんのは電気なので、うん、電気用のここのパートがあるんですよ、うん、これもだから 20mm ぐらいノーマルのバンパーから太らしてるんで、うん、前から見るとちょっとボリュームが、もしあれだったらチャタンつけますよ。これが嫌なの俺。あ、それはね、ついちゃうんですよね。このなんか
貼り付けてなのがダメだね。一体だといいんだけど。一体だったらいいけどっていうことですね。まあだけどかっこいいよ。かっこいいですね。この辺が相当かっこいいと思います。スーチャーに 5.1 だよファイナルね、うん、これはね雨の日危ないよ、うん、かなり後ろがスルッと、うん、これはかなり危ないよって言ってもそこまでパワーがあるわけだねまあでも40倍キャンプしますね。200ちょうどいいぐらいだと思います。だから多分86でのHKS スーパーチャージャー仕様って、うん、結構多いみたいです。多いみたい、うん、あそうで普通にサーキットも走れるんで、あの、うん、そんなに気にしなくても、うんうんうん、エンジンがそれであんまり壊れるとかそういうこともほとんどないみたいな、はい、セットアップが難しいとかない。あと多分実際にそのつるしの ECU だとあんまり良くないですね、うん、これつるしの ECU なんで正直あんまり良くないです、うんうんうん。土屋さんの車の内装、俺のはシート書いてるだけ。土屋さんキングシートですよ。そうキングシート、キングシートにキングが座ってるんです。室内はオリゾンのと一緒で、うん、はい、何もしないの、触んない、シンプルです、まあ、だけどあのやっぱりリアシートにはケイチ土屋のやっぱキングタオルがね、あ、これ、まあ、これやっぱポイントです、うん、ちょっと A ちゃんのパクリ、これ、はい、A ちゃん昭和の男はやっぱり赤いタオルです。これはしょうがないですよ、昭和の男ですから。しょうがないこれは。ヴィンテージな男はやっぱね、リアシートに赤いタオルを立てない、あの乗せないとどうしても納得いかないです昭和初期の男はもうみんなそうですから昭和初期な昭和中期ぐらいになると中期、ね、あのちょっとやめとこうかな、はい、おなるほどな。どう見たってどう見たって土屋刑事ですよいいじゃんよ室内めっちゃ赤く見えますもんね、これね。 やりますわ、学ぶ川口に赤いタオル貼りますしかもあれ結構綺麗に貼ってますから、ね、結構綺麗貼ってるなと思った。パチッと貼ってますからこだわりがやはり。お前ほんとバカにしてるバカにしてるように感じるかもしれないですけど、僕尊敬するんですよ。だって僕にはできないもんだってあれお前も作ればいいじゃん、赤い学ぶタオル。マックス作りたいって言って、ケイチ土屋職人ですよいやマックスオリオで作ればあってもおかしくないですけどね、うん、やろうかな俺も赤いタオル貼ろうかな。やればいいじゃ ん、 なんか全然後ろだから分かんないじゃん。あ、分かんない。でも、うん、パッとね土屋さんの車が入ってきた時一番目立ったのは何と言ってもあの赤いタオルで確かに目立つ、確かに目立つ、あれ目立ちますよね、うん、まるでブリッドで張り替えたようだろ。いやブリッドかなと思ったらあれ職人ださあということで、はい、まあ、我々はねその 86BRZ っていうとこうどうぞチューニングしてくださいっていうメーカーがね、はい、汚した車なんで当然やっぱこういじります、はいはいはい。まあ、今年、うん、なんといってもやっぱりスバルと86が 2.4 リッターで出てくると、はい、いやいよいよ発表されましたもんね。乗ったんだよ。ああさすが日本一のジャーナリスト。僭越ながら乗させていただきました。何がどう違うの。いやもうとにかく違います。何が今までよりも、まあ、今までって86と BRZ って走りがまあちょっと違う、ここがちょっと違うみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、もう乗った瞬間に全然別の車になってます。あ、そう、今まで以上に別の車になってるんで。あ、それは BRZ と86ですよね。 BRZ と86か。ちなみにこの現行の86からその新型に変わるじゃないですか、はい、その差ってどのぐらいの違いが感じられる。何が違うの。多分皆さんがそのチューニングされてもっと気持ちいい方向にしようってやってるじゃないですか。それとまあそこと同じとは言わないですけれども、それにかなり近いところにもうノーマルで多分なったっていうところが言えますよね。エンジンがだって 2.4 でしょ。そうです、 2.4 リッターになったんで、うん、今まではから、ボアストロークが86だったんですよね、86mm、86mm だったんですけど、ボアが 94mm になったのかな、うん、で 2.4 リッターになったんで、馬力が、今までが210数馬力だったんで、うん、235馬力になったんですよ。まずあ、じゃあカタログ上では25馬力ぐらいのアップ、25馬力ぐらいアップになって、トルクはどのぐらい上がった。トルクは今まで確か210何ニュートンだったのが250ニュートンになってるんで、うん、それはだいぶ違いますね。違います、うん、なので0100キロ加速が今までがですね、7.4 秒だったのが 6.3 秒になったので1秒以上速くなってるんですよ。足も変わってるんですよ。足も全然変わってますし、もうあのフレームもボディ構造も今までと基本は一緒って言われてるんですけど、うん、
スバルがあのレボーグ出した時に、うん、インナーフレーム構造っていうのをやって、うん、要はパネルギアの部分直付けじゃなくて、うん、要するに内側でちゃんと溶接してからパネルつけてるような工法になってるんで、ギア周り結構全然違ってて、あ、そう、はい、なのでもう骨格からして新しい世代のものになってるし、うん、そこに 2.4 リッター乗ってるし、まあ、サスペンションは基本的にその形式は同じですけれども、うん、ここも、まあ、あの骨格が性能上がったんでもっとよく動くようになったし、うん、BRZ といえばもっと粘りが全然高レベルになってるんで、あらゆる部分がだいぶこう進化したっていうところで、多分だから今までチューニングしたりいじったりした人もそれ乗ったらあれここまで来ちゃったみたいな感じの、あ、そう、はい、車になってると思います。ちょっとやばいですね、楽しみですね、それ。いや、もう本当そこは皆さん楽しみにして、まだ実物そんなに僕見てないですけど、うん、見た感じもなんかすごいかっこいいですもんね。かっこいいよ。そうなんですよ、デザインがかなりやっぱり今までよりもシャープになったというか、うん、まあ、あの攻めてる感じになってるので、うん、はいはいはい、ボディサイズ自体は全長がちょっと伸びてるんですけど、うん、それバンパー部分がちょっと伸びてるぐらいで、うん、あとは前幅も前高もほぼ一緒で、うん、前高に至っては5ミリぐらい下がってるんで、うん、重心もちょっとだけ下がってるっていう感じになって、まあ、だから今までより比べてみるとこういうそのボディの抑揚みたいなところがもっとスポーツカーらしい感じになってるっていうのが特徴なんで、内装も結構変わってるんですか。内装も結構変わってますね。基本的には今までと同じイメージですけど、この今のやつって真ん中がこう盛り上がってるじゃないですか。そこがストレートになって、まあその要するに視界に邪魔なものがなくなって、もっと運転に集中できるような感じになってるので、そこはあの大きく変わってるところですね。はい、まあ、じゃあそういうね、新型に乗っていただいた川内学さんに我々のチューニングカーを乗ってどう違うのか、なんでその学さんが新型の話終わったとそうこういう感じでらんめーめちょうな、その新型に比較して俺らのチューニングカーがどうかなとえ、やっぱ昭和初期の男だ、強いですねやっぱり。そんなことないけど、だって新型乗ってるわけだから BRZ 走るから。そうですね、そうですね。そうすると、じゃあ俺らがいじってる86に対して、うん、はい、あ、こんなもんじゃないですよっていうのか、うん、あ、このくらいですよっていうのか、ね、その辺は聞いてみたいな。そうですね、はい、ちょっと乗させていただいて、ね、はい、もうじゃあ川口学さんに俺のマイカーと大井戸のマイカーを乗っていただきましょう。なんかテストみたいで怖いな。なんか怖いですね。怖いです。僕もちょっと怖くなってきました。さあ、それでは乗ってみたいと思います。どうぞ。俺の86だと3人乗れないもん。ねえ、いいわ。そうでしょうね、うん、後ろリアフェンダー当たっちゃう。絶対そうでしょうね、うん、ここからゆっくり左で、はい、これファイナル 4.8 4.8、うん、もうこの辺のこの2速の雰囲気でもやっぱ 4.8 にしてるだけで全然違いますよね。全然ノーマルとはもう全く元気が別物、ね、元気が。しかし大の大人3人乗ってる86乗ったことは初めてなんですけど、なかなか見ないね。なかなかないし、ああ結構これだけで100何キロ重いみたいな話ですよね。ああ本当ですね、50過ぎたおっさんが3人86乗ってるっての面白い。全くだ、面白すぎです。ああでも確かに軽く動きますね、こんだけ重さ増えてるのに。普段だって1人でしか乗らないじゃないですか、こういうのって。まあでも給排気は変えてるからね。うんうんうん、めちゃくちゃ元気です。横に乗ってこの街中でも軽さを感じる、うん、うん、感じる、トルク感というか。これは確かにノーマルではこうはいかない。いかないね、うん、ファイナル 4.8 で、あとは給排気。あ、ヒューズも入ってるんですね、うん、やっぱり。いや、やっぱヒューズってそんな効くんですか。効くヒューズ意外とね、本当にバカにできなくて、みんな入れた人もヒューズなんかで変わんないでしょって、僕もそうだったんだけど、変わるんですよ。へえ。やっぱノーマルのコストの問題なのかもしれないですね。今折戸さんのところで変えてもらいたいぐらいです。あ、今日できますよ。本当ですか。なんかでも全然エンジンがやっぱり元気な感じがする。エンジンというか駆動系がなんか、うんうん、いやだからライトチューンでこんなに変わるからね、うん、
200馬力って言ってても175馬力しかないからね、もともとは。まあそうですよね、うん、だノーマル結構だからちょっともうちょっと元気欲しいなっていう感じはしますよね、どうしてもね。だからここまでやって207馬力、はい、207馬力、うん、パワーチェックして、そう給排気やってヒューズやって、うんうんうん、でそうだね、207馬力ってこのノーマルエンジンにしたら結構ありますね。あるよ、ありますね、うん、あ、ほんとだ、あこれすごい、まあ、リアルにノーマル、フルノーマルを乗ってる川口さんの意見は参考になりますよ、これ。いや、もう全然、あなんか今みたいなところ違うでしょ。いや、全然もう登っていくところで、あ大人3人乗ってて、この軽さはやっぱり相当軽いですよ。しかもこれだから、もうこの時点で新しい BRZ はもうパワー増しましたけど、うん、こっちの方がやっぱパワー感、トルク感ありますよね、やっぱ ねそこは。でも逆に言うと、その新しい BRZ は同じようなチューニングしていけばもっともっといくってことですよ。ことですね、そうなんです、そうなんです、うん、新しいやつは、はい、最大トルクの発生回転が、はい、この今までのやつって6000何百回転なんですよ、はい、だけど新しいやつは3700回転から最大トルク出てるんで、じゃあよりトルクフルになってるんですね。そうなんです、中間が結構太ってるんで、そこはだから伸びがあるっていうのはもちろんあるんで、あなんかちょっと生き生きしてるなこれ。多分ちょっとビュッとこうふってこう車線に出るときなんかにアクセル踏むと雰囲気が相当いいと思います。いいですよね、ちょっと今すごい、これだって今これで4速ですから、4速、うん、ギア変えてないのに伸びが出るところがすごい、うん、でギアが1速上になって、はい、なおかつトルクが出てるんで、はい、相当でも出てますね、そういう意味ではね。この津屋3号のチューニングバランスはすごくいいですよね、うん、4.8 ありですよ、ありあり、4.8 コンピューター、ヒューズ、給排気系、全然あり。もうなんか今4速ですけれども、はい、あのわずかなこの回路に相当反応してますもんね。どう、新型と勝負になる？これはなりますよ、全然。これギアを変えずにこの感じですから、うん、これちょっと5速に入れてみてください。高速でもこんだけ走っちゃうっていう、うん、あ、本当だ、すごい、レスポンスもいいよね、レスポンスもいいですね、通常だったらもっと全然反応しないですからね、そういう意味ではね、ボワーっとしてるよね、うん、乗り心地もいいですね、いい乗り心地、そう思ったより全然乗り心地が良くてびっくりしました。この足いいですね、うん、KW あんだけちょっと下がってるのに、うん、ストロークがちゃんとありますもんね、うん、そこがすごいところ。しかもおじさん3人乗ってるからもっとビシビシした入力入ってきちゃうかなと思ってたんですけど、全然いいよ、全然大丈夫です、乗り心地もいい、すごいすごい、6速、普通6速で走れないですよ、うん、全然ここからでも全然いけますもん。本当だ、すげえ気持ちいい、音もいいし、音もさりげなくいいですね。ああいいね、うん。心地よい音で。うん、あ気持ちいい気持ちいい。素晴らしいです。やっぱ86いいな。86は本当にライトチューンで十分楽しい。この4の巡航してるところからアクセルをちょっと入れただけなのに、はい、グッてちゃんと反応出てくるのがやっぱりすごいです、これは。うん、これ全然新型よりいいじゃないですか。マジで。いや全然いいと思いますよ。なんかよりそのなんていうんですか、実世界で走るのにちゃんとなんかこういいところ出てきてるみたいな感じの、そんな扱いやすさがもうあるんで。あれそうですね。川口さん本当にの今現状がノーマル乗ってるんで、はい、より違いが分かるね。いやいや本当に違い分かりますよ。ノーマルだとやっぱりこんなに反応しないですからね、正直ね。そうなんだよね、うん、そこは全く違います。5速でこの加速、うん、すごいよね、すごいすごいと思う。横に乗っててもぐーっとトルク感がすごい感じる、うんうん、でもこれそうか、でも排気量がちょっと上がってる感じのイメージだな、やっぱり。いやそうそうそう、うん、
だから新しい車は 2.4 リッターになったじゃないですか、うんうん、それもだから今までの2リッターと同じようなフィーリングだけど、やっぱり排気量アップでこう気持ちよく伸びていく感じがあるんで、そういうのとやっぱちょっと近いですよね、うんうん、もう土屋さんがだからすでに先取りしてたっていうことですね、新型がやろうとしたことを。すごい追いつく、すぐ追いつく、もう楽、うん、でもさすがですね土屋さん、このバランスのいいでしょ、はい、良さが、いやめっちゃ本当にいいと思います、うん、すごいすごい、スロットルが本当に気持ちよく反応してくれて最高です。なんかこれこういうの乗ると自分の車も手を入れたくなる。そういうもんなんだよ。いや本当になりますね。こういうのに乗っちゃうとさ、うん、やりたくなるよ、うん、こんな気持ちよくなるんだっていう。まあノーマルはノーマルで予算ももちろんあるんですけど、うん、でもやっぱりこれを知っちゃうとどうしても、そう、でもこれが土屋さんの方がライトで、お井戸さんのやつはもっと、ね、さらに手が入ってるわけですからね。スーパーチャージャー入ってるからね、はい、駆け引きがついてるんで、そこ楽しみですね。ちょっとね、音もいいです。いいですね、いい感じだよ。いいね、チューニングカーは乗り心地がいいのが驚いた。乗り心地がすげえ、ね、最高だこれ。そこが驚きます。なんかでも昔土屋さんの NSX のしてもらった時をちょっと思い出しました。あれも車高きっちり下がってて、うん、めっちゃ足動くやつだったじゃないですか。そうだね、快適よ俺の車は。足元はちょっと快適じゃないさそうですけど、後ろはもうしょうがない、しょうがない、そう。だから4人乗れるっていうことがいいことなんです。いいことですね、そう、はい、乗る乗らない関係なく、はい、4人乗れるってことが重要なの。カープライムも人使いが荒いです。神様をこの場所に押し込んで、狭いよ。そして実は折戸さんもだいぶドライビングポジション的には相当前だろこれみたいな足がめっちゃ余ってます。なぜなら僕のドラポジだからです。全然どうですか。いいっすよ。いいっすね。もう本当にやっぱ動き出した瞬間の、うん、あこの車やってんなみたいな、うんうんうん、が伝わってすぐ伝わってくる。ノーマルでじゃないよなみたいな、もうすいません、後ろで神様がちょっともうお疲れモードになってきて、口数がもう少なくなってきてしまったんです。足がね、足がつらい、足がつらいよこれ。軽い車本当軽く動いてます、うん、これはね。いやハンドリングがすごくいい。ああ、うん、すごくいい。ハンドリングよしというところで、すごくいいハンドリングが。やっぱご自身のともすぐ比べる。ああ、もう全然直安性がすごくいいし、うん、なんだろう、このストローク感。はい。そう、ストローク感ありますよね。ストローク感すごくいい。オリドの足は何入ってんの？僕のオーリンズなんですけど。僕らちょっと無理くりちょっと車高を今下げちゃってるんでストロークがないんで、やっぱストロークあるとこんなにいいんだなっていうのを改めて実感、ね、すごいいいですよね。だから見た目なのにこの乗り心地っていうのはやっぱいいですよ ね、 そうだね。下がってきっちり下がっててっていうところが、うん、タイヤの雰囲気もすごくいい、うん、ミシュランは普段乗りめっちゃいいよ。あいいですね、この適度な稲地感と適度な強さとバランスがやっぱりすごい取れてますよね、うん、いいよ。しかもこのまま本当に普段からサーキットまで行けるもん、うん、千葉さんのこれミッションもめちゃくちゃしっかりしてますね、うん、これ何かやってんすか。いやミッションは何もしてないよ。こうマウントとかも変えてないんですか。全然変えてない。なんか綺麗に入りますよね、うん、普段のやっぱり操作が、うん、なかなかこんなコンディションのいいミッションないですよ。そうですね。これはすごくいい。一回この土屋さんの車は僕サーキットで乗せてもらったことあるんですけど、すごい良かったですよ。あ、いいよねサーキットもね、うん、
もうじゃあこの仕様で乗ったんですね。この仕様で、はい、ここまでやってなかったかもしれないですけど、まあ、足はこれ入ったと思うんですが、はい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 、だからこの街からサーキットまでトータルで楽しめる車、あのね、本当参考になります。さすがの意外と手が出せそうで出さないのがファイナルなんですよ、はい、ファイナルはめっちゃ面白いですよ。いやでも僕これ乗らさせてもらって、うん、やっぱり全然違うんだなっていうのはすぐ感じるん で、ね、そこでかいですね。こんなに車軽くなるんだってぐらい、変にエンジンパワーとか上げるよりも、うん、ギア表を変更した方が乗ってる方は面白いかもしれない、ね、絶対そうだと思います。いやこの辺のさ、あのステアリングの初期のフィーリングがすごくいい、うん、スピード出したくなっちゃうね思わずね、うん、コーナーを攻めたくなっちゃう、うん、だから気持ちいいバランスが、うん、いや乗り心地いいし最高だな、うん、大丈夫ですかいい車だな。後ろの席でもいい車ですから。まだ距離も千葉さんの3万7千なんですね。そうだよ、走ってないですね。新車と一緒ですよ、うん、なんかだいぶ軽く動いてる感じするな。横乗っても感じると今6速ですよね、うん、そうでしょうね。6速大概6速なんかだったらもうさーっとしちゃってて、全然走んないのに。普段よりだから130キロぐらい重いってことですからね、一人で乗ってる時よりね、これ相当だから軽く動いてるってことですよ。一人で乗ったらめちゃめちゃ軽いってことですよ。全然軽い、全然軽い。あ、そっか、これシフトノブもそっか TRD のなんか、そう、この雰囲気もいいですよね、うん、なんかね、そうそうそう、握った感じもグッドグッド。やっぱり普段乗りをまず重視して、そこからサーキットでも行けるような、うんうん、作っていくってことですね。確かに土屋さんのチューニングはそういうチューニングとか、あれはそういうのが強いかもね、うん、NSX なんかもそんな感じですもんね。いや NSX 本当あれ GTR の頃からそういう感じですよね、土屋さんね。普段乗りが重視、ね、そこでまず快適かどうかというところですよ、うん。ジョイント通過もね、かなりこのいなし方半端ないですね。半端ないですね。86じゃないですよこれ、うん、堀戸さんも街で乗るのは初めて、一般道の初めて、うん、想像以上に、あ、おいや、この車高調いいよ、ね、いいですね、最高ですね、これ。この車高調はいい、皆さんおすすめでございます、うん、はい、AW でバネレートも確かこれそんなに硬くないんですよ。うん、そっか、そんなに硬くなくて、うん、でストロークがあって、うん、しっかりバンプラバーでこう吸収してくれるっていう、うん、KW 独特の雰囲気かもしれない、うん、何よりもこの 4.8 のファイナルが、そうじゃね、すごくいい聞いてる、すごくいいよこれ。やっぱファイナル 4.8 正解だよ。正解、一番正解ですね、うん。巡航回転少し上がるけど、まあ、そこはさておき、でこれ6速入れちゃえば、そうですよね、全然問題ないですね、うん、2人学ぶ両方ともかなり高評価の土屋さんの86でございました。なかなか同じ車に学ぶが乗ることもないですからねなかなかないな、なかなかないです。そういう意味では非常に希少な、速度が変わってもジョイントが全然ドバランカーンとかならないのが、それがすごい相当いいですよ、うん、ここまでやってあると新型じゃなくてもいいかっていう、そうなんだよ話になりますね、うん、そういう意味ではね、本当にそう、そういう意味ででも今後新型が出るとこの台が中古車がまた増えるから、そうだね、楽しめるベースがどんどん増えていくっていうことではありますよ、ね、幅が広がりますね、幅広がります、そこを狙っていじるのもいいかもしれないですね、うん、そういう意味では。
いや、土屋さんのこのチューニングは新型にも確実に通用するチューニングですからね、うん、そうですね、確かにするね。同じチューニングすればさらに速くなる、ね、ベースの車がいい分、うん、良くなるってことですから、うん、引き立ちますよ。だって本当にそんな何百万もローン組まなくても、うん、本当に このくらいで十分楽しめる、うんね、コンピューターやって機械機やって、はい、でそのオリドンチのさ、はい、ヒューズ入れて、うん、でファイナル回転ぐらいでしょ、うん、まあ足ももちろん入ってるけど、うん、だからこれでもう全然十分楽しいもん、ね、エンジンはもうこれでもう完璧十分です ね, 完璧ですね、十分ですね、本当。やっぱマニュアルがいいなそれはそうです。この仕様で袖ヶ浦で GR スープラをコンマ3秒やっつけた。何秒ぐらいですか。何秒だっけ忘れちゃったけどさ、 GR スープラをコンマ3秒やっつけた。本当ですか。へえ。そうなんや、まあ、GR86、 うん、うん、86ですか、うん、GRMN GR、まあこっちの方が絶対早いですよね、うん、今度また 4.1 に戻るとかっていう話は聞いたんですけど。ああそうだったっけかな。トルクが出た分ファイナルをまたちょっとロングに戻すって。うん、まあたでもそれはあるでしょうね、あの燃費とか多分いろいろ取んなきゃいけないから、まあ、こういうとこなの。普通もうボボーンってなっちゃう。なりますよね、もっとね。普段の乗り心地は重要だよ。重要ですね。そうですね。本当重要だな。すごくいい。めちゃくちゃいい。はい。よいしょ。よいしょ。クラッチペダルがなくて探して。はい、ありがとうございます。あ、全然下げて大丈夫ですよ。いや、俺もうここで大丈夫。あー、スーちゃん。全然違うよ。もうなんか土屋さんのも織戸さんのももう全然違いますよ。やっちゃってますもん、もうこれ。だからイメージなんか3リッターぐらいじゃないですかこれ。これも多分グッと走るとトルク感を感じると思う。いやもうそこ出てくる来た瞬間にもう、うん、あららららって感じですもん。力あるわこれ。川口さんだとのあのオートマオートマだからよりそう全然ゆとりが違う。あ、でもこれも足結構あれですね。あのフロントの詰まり具合からするともっとビシビシ来るとかあったと思ってました。これ今もう完璧もうバンプラバーだけで走っちゃってる感じです、ね、これフロント低いよな。低い、めちゃくちゃ低いですこれもうフェンダー当たりそうな感じの、うん、若干当たります。当たります、はい、そうだよな、フロントあれだけ低かったら当たるよなでも全然なんかそれ以外は変わってないから、うんうん、皆さんここまで手を入れてるともう新型どうこうとかそういう話じゃなくなってきてますからねだから新型は新型であれはいいわけよ、はい、いいです。あれをここまでするとさらに良くなるってことよ、うん、そういうことですよね。だから新型僕ねめちゃくちゃ楽しみなんですよ個人的に。うん、ね、さらにベースの良さが上がるわけですもんね、はい、うん、そういう意味ではね。じゃあスーチャーはさ扱いやすいじゃん、うん、扱いやすいですね、うん、ただもうドッカンターボだとさもう乗りにくくてしょうがない。そっか、そこもありますよね。そう、そうだ、ターボってこうわーってくるじゃん、はい、あれがあんまり好きじゃないかな。スーチャーは自然ですもんね、うん、そういう意味ではね。そしてファイナルこちらはさらに 5.1 ということで、うん、はい。でも俺のよりトルクフルだよこれ。そういうことですよね。 5.1 入れるかみたいな48でいいだろって感じだよオートマは多分 5.1 でマニュアルの 4.8 ぐらいな感じ。ああ、まあそうですね、うん、確かにね、うんうん、オートマだからね、ノーマルだと全開にするとねかなり厳しいんですよやっぱり。まあそう、うん、もどかしい感じがするんですよやっぱ。そういうのが一切なくなりましたね。いやもうないですねこれね、うんうん、全然もうなんか動き出しがやっぱりトルクがすごいある感じが、うん、するし、ちょっとだから乗った感じやっぱり3リッターぐらいのイメージのやっぱり。そうだよね、うん、
いやでもこれさっきよりはちょっと付き合いがあるけど、でも下がってる量が半端じゃないから、 そこからすると全然、うん、俺のよりはゴツゴツは来るけど、うん、この車高の方が格好はいいからねすごい下がってます、こちら。いやでもあれだけ下がってる割には乗り心地いいよ。そうですよね、うん、もっとひでえのかなと思ったけどさフロントもっと入力きついかと思いきや、うんうん、そうでもないという。おお、すげえな。トルクあるよね。トルクありますね。どう 2.4 と比べて。いやいや、もう全然ありますよ、こっちの方が。そうだよねこれはね、相当ありますよ。そりゃそうだ。これでだから40馬力アップでしょうね。40馬力アップぐらいです。40馬力アップってことはこれでだいたい 2.4 のノーマルと数値的には同じだけど、うんうん、多分トルクはこっちの方がある太いですよね、きっとね。スーチャーでこう持ってこれるトルクがあるんで、うんうん、めっちゃ乗りやすい。これ実際にはこうサーキットなんかたまに走るんですけど、はい、マニュアルモードにすると、うん、オートマをね、うん、結構楽しいです、パドルで。ああ、いい感じ、いい感じ。速い速い。いや全然速い。あ、そう、うん、何これ、速いでしょ。速い。ああ、なるほどね。しかも土屋さんのおっしゃる通り、うん、ドカンと来ないでスーッてこう力が立ち上がってくるんで、その良さがね、気持ちいいですね。そう、絶対パワーじゃなくて下からこうモリモリ来るからさ、はい、そこがいいよね、うん、素晴らしい。いいじゃないですかこれ。そう、スーパーチャージャーもありね。ありですね、うん、スーパーチャージャー。まあコンセプト的にはやっぱり 86BLZNA のやっぱコンセプトだから、それに近いですよね、フィーリングがね。そうだね、うん、スーチャーの方がだから排気量アップみたいなもんよ。うん、うん、確かにそうですね、うん。本当だからイメージこれ3リッターにしたよって言われて乗せられているのと変わんない感じの、そんなイメージですね、やっぱね。悩んだんだよな、俺もスーチャー入れようかなって。つけるかどうかやっぱり悩みましたか。悩んだけれども土屋さんはとどまって、重くなるから嫌だ。土屋さん NA って感じですね、やっぱね。いやこれは相当パワーありますね。こんだけパワーあるってことですね、うん、ウェットはちょっとお尻が少しニュルニュルするぐらい力出てるっていう、いやでも驚いた、あのフロントの見た目からしてこれか、さすが。もうちょっとじゃあストローク取ったらもっと全然、もともと車高高い時は結構良かったんですけど、今もうちょっと下げざるを得なくなっちゃった。いや快適ですよ、うん、快適だ、うん、全快適。もう新型がどうこうとかいう話じゃないよ、ないなこれもうだからこれはこれでもうパッケージとしてありなんですよね、うん、こういうパッケージが、うん、あり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 。いや僕もだからノーマルしか乗ってないから、うん、こういうの乗るといや全然、うん、もう車生き生きしてるなって感じしますね、やっぱね。まあそうだよね、うんうん、これは走るのはさらに楽しくなるわっていうのは分かります。これはしかしめっちゃ力ありますね、これね。ある。これだったらやっぱりさっきも言いましたけど、うん、これから中古車はいっぱい出てくるから、うん、そっちを買っていろいろ自分の好みの走りを作るっていうのはありだよね。ありですね、これね。いやでも全然荒らさないっすね。そうだね、はい、ジョイントも全然いい感じだし、うん、いやあの車高からしたら乗り心地いいよ。これ想像つかないっすね、うん、これね。さすがですね、おじゅうさん、うん、いや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 すごい良かったです。なかなかいいよ。はい、外側から見る限り大丈夫だろうかと思ったあれでしたけれども、まあ、乗るとちょっとマイルドな感じですか。あの思ったよりそう、 あのねもっと僕めっちゃやんちゃなのかなと思ったんですよ。あ、まあ、そういうイメージありますよね。いや意外に大人っぽくてびっくりしました、うん、そこが。まあでも AT があるのもやっぱりいいことだと思うんですよね、うんうん、最近ね AT 免許の人も結構多い
ですし、うん、まあいろんな人が乗れるスポーツカーということで、そうだね、はい、86のでもオートマは僕楽しいと思います、うん、そうなんですよね、うん、結構楽しいですよね、しっかりダウンもしてくれるし、はい、しかも新型はですね、はい、さらに良くなりました、あれがついたって言いましたね、そうブリップとかもしてくれるやつ、オートマも改善さ、もっと良くなってる、良くなってます、なってます、なのでスポーツモードがもっと楽しくなりましたっていう話で、はい、そうなんだ、はい、また迷っちゃうな、よりだからあの開発者の人は AT ぜひ乗ってくださいって言ってたんで、うん、これまっすぐですね、この車線を、はい、どうですか土屋さん、トルクある、めっちゃありません、トルクある、ほんと3リッターって言われても分かんない、分かんないですよね、うん、これすごい、トルクある、でこれ左車線です、はい、トルクあるよこれ、びっくりしました、ほんとこれは乗って、この足もいいな、そうなんですよね、うん、この足もいい、こんだけ吸収してくれるんだったら、うん、タイヤ太いからさ、うん、結構ハンドル取られる、そうですね、俺の265だからさ、うん、そんなに取られないじゃん、うん、これはやっぱりタイヤ太いから取られるね、うん、これはこれでありだよ、素晴らしい、うん、なんか隣に乗ってるともう86じゃない感じがする、うん、これはこれでありですよ、なかなか、いやこれは86では味わえないと思う、味わえないですよね、うん、ちょっとスープラとか、うん、そのぐらいのなんか、ワンランク上のあれになりますよね、そう、ほんとそう、ね、ファイナル変えてから本当に楽しくなったの、あこれは、ね、でもなるほど、うん、納得の力がすごい、そうだね、うん、へえ、オートマもなかなかいいよ、オートマも悪くないですよね、ほんとパドル使えば余計に、うん、速いね、うん、やっぱ違うね、全然違います、いやこれはスーツはちゃんと機能してるぞいや結構さ俺もいろんなスーツとかターボ乗るんだけど、合ってないのがなんか、あ、はいはいはい、大丈夫かみたいなさ、はい、そういうのが割と多かった、うんうん、ターボにしてもスーツにしてもこれは合ってる、これは合ってる、あこれは価値があるスーツだ、いいね、そして想像よりも全然大人っぽい感じがあって、うん、なるほどね、これだからオートマだから余計にそれのがね、あるでしょうね、やっぱね、本当にね、普段いろんな使い方が86ってできるんで、うん、荷物も結構詰めるし、うん、詰める詰める、いろんなとこに行けるんで、86って本当トータルでいい車だと思う、うん、結構詰めますよね、荷物ね、詰める、うん、これは快適だぞ、そうなんですよ、意外になんか意外と見た目よりもありですよね、いや全然快適でびっくりした、あれあれ全然あり、まあ正直乗る前までは、うん、土屋さんのようにこれ相当下がってるからですよね、ですよね、もっとこうガンガン来るのかな、うんうん、それが全然なくてすごい、まっすぐ、まっすぐです、素晴らしい、ランパーはでもちょっとやっぱいじったんですよ、結構、うん、あまあ、その車高が高い時はすごい良かったんだけど、下げちゃったんでストロークがなくなっちゃったんだけど、うん、まあ、しなやかさはダンパーの方であるんで、うん、じゃあこれもうちょっと車高を上げたらさらに、いやいや、すごいマイルドだ、ちょっと落としてて、そうだもんね、いやこれフロントの車高を10mm上げただけで全然乗り心地よくなると思うよ、そうですよね、うん、はい、もうちょっとストロークが出れば、うん、そうですね、意外とサーキットはこのストロークでも、うん、もうベトっとしてるんで、うん、逆に面白いんですよ、あ、そう、意外と走れちゃう、うん、やっぱりスーチャーあると相当、そう、トルクがモリモリくるからさ、はい、楽だね、うん、楽な感じが、これ実際ちゃんと7000ぐらいまで回すと、うん、もう結構速いじゃんみたいな、いや相当速いと思いますこれ、
あるもん。あるある、全然ある、力ある。早い早いやこれ全然いいじゃん、ちょっといいでしょ、グッといいよ、すげえ。あとでシフトダウンしてみてください。うん、いいんじゃないな、ちょっと。おほほほほほ、やばい。86がさらに楽しくなる。はい、ちょうどいいぐらいのパワーだと思うんですよね。いやっていうか2リッターとは思えない、うん、もう全然素晴らしい。これはありだわ。ありあり、うん、全くありです。俺みたいなああいうファイナルでいじってくのもありだけど、うん、スーパーチャージャーもありだわ。いや僕この後自分の車乗って帰るのなんか怖いっすね多分より自分の車乗ると感じると思いますよ。いや感じますよね、スカスカな感じになっちゃうんだろうなこれ。いいよ。というわけで皆さん、あの何新型はもちろん良くなってますが、新型だけが楽しみじゃないですから、そこもそうですね、改めてもう一回現行の86をこう見つめ直すというのも面白いですね。いや面白いと思います、そこは。ですので楽しみ方が広がったということでございますので、うん、いやでも新型はさ排気量も上がってるけど、はい、足が変わってるからね、はい、あれはやっぱ絶対いいよ。いい、あれをチューニングしたらもっといいよ。そうです、間違いないですね、うん、ベースは上がったんで、うん、いやちょっと楽しみが増えたな、うん、多分土屋さん織戸さんがやりたいことのその方向をもっと受け止める幅が出てると思いますので、うん、なるほど、はい、今年の秋です ね, ね、はい、ですのでぜひ楽しみにしていただければと思います。86スタイルにも当然車は飾ってあります。持ってくるよね、はい、ですので見れるわけですね。見れます。8月6日、はい、富士でそうです。ぜひ8月6日じゃないですね、6月6日です。はい、ぜひご覧になっていただければと思います、うん、結構な台数があるはずです。あ、そう、はい、土曜日だっけ、日曜日ですね。日曜日か、はい、BRZ だけで3台4台ぐらいあると思います。あ、そう、はい、またあの全国から一般の86乗りも集まるんですか。そうそうそうですね、はい、そういうこと。楽しみだな、あの空気。 AE86 と FT86 と BRZ と、はい、あの車を見てるだけで楽しいですよね、うん、いや何が楽しいかってさ、いろんなエアロ、本当そうなんですよね。いろんなエアロは楽しい、やっぱり。あ、これつけたいなっていうのがあるもん。はい、しかもね、歩いてるとね、これどこのやつですかって思わず聞いた、いや、本当に見たことないのいっぱいありますもんね。いっぱいあるんですよ。そう、本当そう。だあの86スタイルを見て、うん、あ、こういうリップがいいな、うん、この顔がいいなとかさ。はい、しかもどんどん跡が出てきますからね。そうなんだよ、ね、毎年なんか新しいのがいたりして、出てくる、うん。これ若い子だったら4人でドライブ行けますね、全然。頑張って、うん、嘘でしょ若い子たちぐらいだったら行けますよ、これ本当かね、はい、小学生まででしょ、後ろは20歳ぐらいだったら全然行けます。無理でしょでも実際20代の子たちこれで4人でどっか温泉とか行きますもんね、よく嘘でしょ僕らの頃も言ってましたね、4人乗りって言ったら。ああ、まあそうですよね。まあ AE そうだな。AE でも乗ってましたね、4人。狭くなりながらもね。うん、乗ってた。長距離は行かないよ。長距離は全然行かない。青春のね。青春ですよ。若い時ってさ、何でも我慢できる。そうなんです。焦る技でございます。オートマもありだわ。いや、ありでしょ。うん、オートマもスポーツカーになってる。そうなんです。よかった。土屋さんも納得の、うん、ちょっと嬉しいですね、やっぱね。いや、オートマもスポーツカーになってるよ。これは大したもんだ。はい、お疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、これは大したもんだ。よいしょ。出れますそっちから。はい、大丈夫です。あ、ちょっと。
あ、ごめんなさい。オートもありだ。はい、これ。シート前で。オートもありだね。オートもあり。あり。大きくしたよ。めっちゃ。オートマもスーツ感になった。さあ、本日のカープライズのヴィンテージタイム。まあ、我々のはね、はい、もう旧型になりましたから。旧型になっちゃうんですね、もう。今年の秋も新型の86と、はい、DRZ も出ますから。そう考えてみると千葉さんすごいですね。3世代にわたる86をこう生き抜いてる男ですもんね。 2.4 リッターの新型も買わなきゃいけねえのかな。もうそういうことですよね。もう AE86 で千葉さんの時代を作り、はい、これは現行の86でも作り、うん、今度のね、すごいですね。テラノザウルスみたいですね。なんだテラノザウルス。なんだかんだ言っても、はい、俺らは旧型しか乗ってないから、うん、はい、そうですね、はい、コツコツ。あ、確かにまだ乗ってないですもんね、新型。真名子君はさ、はい、旧型には乗ってんだけど、うん、新型もこの間乗ってきたから、うん、どうですかこの我々のチューニングカーは。参りました。そんなにでもチューニングカーに乗る機会それほどはないですよ。ない、多分ないですよね。ないです。どう感じました、千葉さんの2台乗って。正直、うん、まあ、新型に対して言うと、はい、まあ、あの全然魅力はあるなっていうのはまずあるじゃないですか、うんうんうん、それとまあ、乗る前は2台とも車高も下がってるし、まあタイヤも結構ねホイールとかも出てるし、まあかなりこうなるかなみたいなところとか、音もうるさいかなと思ってたんですけど、あのどちらも大変おいしゅうございました。いや本当そういう感じ。新型に比べてどう。新型に比べても、あの 2.4 でトルクがあるじゃない。そうなんですよ。そこがまあ、本当にあのなかなか言いづらいところではありますけれども、うん、どっちの車もパッて乗った瞬間にあれ排気量上がってるのかなみたいな感じにやっぱり感じてしまうんですよ。なので、まあ、オイドさんのはスーチャーついてるんで当然パワーももっとあるし、うん、トルクもあるって感じして、スーチャーさんの正直どのくらい出てるのかなと思ったんですけれども、うん、やっぱりファイナル変わってで、まあ、あの給排気とか変えてると、うん、まあ、2.4 と変わらないぐらいのことになってるなっていうところはありますね。そういう意味ではあの、まあ、これが古くなるわけですけれども、この車でもいじってあげれば同じぐらいのポテンシャルには、まあ、来るなっていうところはありますよね。これだってエンジンノーマルだからね、うん、そうなんですよ。ノーマルで給排気やって、はい、コンピューターヒューズ、うん、で足回り、うん、だからなんだかんだで207馬力、うん、いやすごいですね。だから普通の千葉さんのこの車の状態から多分それだけで30馬力ぐらい上がってる、うん、そうです、そういうことです。だからこっちが 2.5 リッターでこっちが3リッターみたいな、そんなイメージの、あのびっくりしました、うん、あと2台とも車高が下がってるのに乗り心地がいいのがびっくりしました。そこはチューニングカーはあんま乗らないですけれども、うん、なのでやっぱもう見た目でなんかダメなんじゃないかみたいな、まあね、イメージが、ね、ありました、あるじゃないですか、はい、それは全然ないんで、特にあのお井戸さん の, あのフロントのもう指入らないのにあんだけ、ね、動くっていうのはびっくりですね、はい。まあ、なんだかんだ言っても新型はいいんだよ、うん、だからやっぱ今後は我々もさ、うん、新型を1台手に入れて、はい、こういう風にやっていったら、うん、これを超えちゃうわけで。いや僕ね個人的に本当新型出るの楽しみで、うんうん、今までこの現行の86でやってきたこうチューニングというかそういうカスタムとかが、はい、そのままこうね、うんうん、並行して生きるじゃないですか、うん、だからより幅広い層に愛される86になると思うんで、うん、はい、すごい楽しみにしてる、うん、なので多分お二人の今やられてるチューニングをそのまま新型に持ってきたら、はい、ね、うん、今度はこっちが3リッターぐらいの感じで、うん、3.5 リッターぐらいの感じに多分なるということだし、乗り心地も多分さらに良、ね、くなると思うので、ボディもしっかりしてね、はい、うん、だから やれることがどんどんこう広がっていくんじゃないかなと。めちゃくちゃ楽しみですね、はい、新型買え、もうあの買うつもりで頭の中いろんなプランがもう、はい、積んでおります。当然買えますよね。当然買えます、はい、もう土屋さんも、いや俺はまだこっちこれを仕上げてって、あ、新型じゃなきゃダメだなと思った時に買い替える。なるほど。僕も次の DRZ をやっぱり新型買おうと思ってます。まあそうなのね。はい、ね、そのくらいいいんだよ新型は。まあそういうことですね、うん、はい、まあなんだかんだ言ってもやっぱり新型はさ絶対旧型を超えてると思うよ。そうですね、はい、ね、っていう今回はカープライブのヴィンテージタイムをお送りしましたけれども、まあどっちも乗ってますからね新型もね、まあこの古いドノーマルで帰っていただけると今日帰るのが怖いです。現行ですけどね、現行ですけど。いやだってさ、これのこれ乗っちゃったらさ、はい、なんかノーマルって
もう怖ーっとそこはちょっと怖いところですからね。ということで、よかったらいいね押してくださいね、はい、あとは登録もよろしくお願いします。バイバイ。